えー、こんばんばはプーさん家族関係のことで聞きたいことがありますと、えー、親は子供と性行為をするのが教育としてありますかもしおかしいならそれは性的欲求をも満,たすもの満たすためにしていると思いますか自分がされたことがありシビアな質問で周りの人には聞けず ググっても分からなかったのでプーさんに聞きましたお答えいただけると幸いですってことで通話と文章どっちがいい通話あじゃあ通話いいよかけてうんどうぞで何どうしたどうしたでそれで何どういうことこれはあのうんそのうん昔うん離婚した2人目のうんお父さんがいるんですけど、うんうん、小学生くらいの時にあ,あ なんかその,その性行為をされたことがあって、うん、お父さんの方にお父さんからんうんそうですねうんなるほどはあ、はあ、いやまあそれはそんなもんは教育なんてことはないよああえやっぱそのうんまっちまっち マイチちーチマイチモーチお前 w i f i つながったまま外出てその w i f i 切れたやろ離れすぎて。<laughs> な鼻から w i f i 切って出ろお前。<laughs> おいちゃんとチジンチチンチン友達のネットワーク接続が不安定です再接続しています一回切っとこうか、うん、一回切ろうん、これは、うん、久々にこれ聞いたわピビン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 これ久々に聞いた <laughs> これあんまならんもんな <laughs> あんまならんよねなこれなあ初めて聞いた相手がなんかこう Wi-Fi が切れたとかさ、うん。なんか、あの、県外になっちゃったとかってなった時に、トンネル入ったとかになると、これあるよな、たまにな。うん。ピピン、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 ピピンってって。うん。いや、しょっちゅう聞く。なお前。うん。樹海に住みよんか、お前なあ、樹海に小屋建てて住みよんか。おうなんでしょっちゅうなんねん。 お前の通話相手が樹海に住みよんかお前千人かおおマジでよはいもしもしあもしもし<ー>すいませんいいよで何に、ま、家家帰ったのいや先生ちょっとスマホを落としてしまってスマホを落として壊れた,壊れ壊れた大丈夫それは <laughs> 大丈夫ですでもテンション低くなってない いや寒いですああ、そうなんじゃあ、早めに話を切り上げよう。じゃないと風邪引くぞ、マジで。今日なんかクソ寒いから。おい、とりあえずその犬の口ん中、お前、なんか、じゃがいも詰め込んどけ、お前。でかめのじゃがいも詰め込んどけ、そいつの、お前、その犬の口ん中。おうるせえから、そいつ。え、で、今回相談した理由なんですけど。うん、虫かい本で。あ、それで。せえよ。え、その、父親が、その、成功した父親が、 あの保育士でマジでそのその子供にそういう欲を持ってたらその、うん、そのそういう、うん、なんていうんでしょうやばいじゃないですかやばいねそれやばいね、うん、だいぶやばいねまあでも何ともしようがないよねいや一応、うんうん、その延長、うん 人にその、うん、あの一応連絡できるんですけど、うん、そのことでもそれ逆恨みされたらお前地獄やでいやそうっすよねうんだお前が腕っぷしに自信があるって言うんだったら <laughs>、うん、まだ話は別だけど <laughs> うんとりあえずでも 今を、まあ、そうね。<laughs> いや、お前の今の状況では、俺はやめた方がいいと思う。なんか、その、密告するのとかやめた方がええと思う。あ<の>う俺は単純にお前の方が心配や。<laughs> 寒そうだよな。ああ<は>、はい。うん。い、ね、や、だから、 俺は言わん方がええと思うよ、それは。ああ、そうっすか。うん、何言いたかったのうん、別に言う、言いたいのでもいいけど。いや、言いたいというか、うん言いたいというか、うん、危ないなってことでの、やっぱそあの、その自分の欲があったのかどうか、その、うん、あそれっ他の人は、そういう、そういうことが普通なのかなとか。いや、普通じゃない、普通じゃない。普通じゃないですかうん、クソクソクソ、そいつは。 ああだからそ,それが知りたかったんだとしたらその親父はクソだよああゴミカす俺目の前にいたら確実にボコボコにしてるえその解決する方ってないんですかね解決とは何を解決というかその、うん、まあ死骸になっちゃうかもしれないんですかうん？ああ子供たちがってこと まあだそれだったらまあなるべく俺は今のそのお前の状況で波風立てない方がいいと思うけどまあ何かしらそれをするとするとまあそこのさあのえその保育園は何お前んちから今近いのいやわ,わかんないけどあ、まあ、うんえわかんないの 忘れちゃった。いいえ、忘れちゃったってなんだよ。いや、まず知らないんですよ。何を言ってんだ、お前は。え、園長とだって、知り合いなんじゃないの。あ、じゃ、あの、母親が一応知り合いないんですよ。<laughs> あ,あ、母親が知り合いっていうことでね。うん、だから、例えば、その保育園の場所を知っとるとかだったら。例えば、ポストに匿名で。あのー、告発文。と。 投函するとかそういうこともできるけど、うん、場所信念だったらちょっときついかねああうん、うん、まあ聞けばわかるでも聞くのもなんでって話になるっしょまあそうそう、うん、でそしたらなんか下手なさそこのさねえずっと前の親父なんだとしたらさ下手なそこで詮索してさまた母ちゃんと揉めんのも嫌じゃん、うん、な まあ、お前は辛かったやろうけどさ、うん。まあ、そうね。そこを今、動くのが、俺は得策とは思えないけどな、っていう。感じえいや、これからもどうしようもすか。えんなんでえ、あの、これからもどうしようもないですか。これ、これからも、うんまあ、でも多分、そういうやつはね、どうせいつかで、ね、どっかで地獄見るから。 うんそれが死に際なのか何なのか分かんないけどさどこでその地獄を見るか分かんないけどそれを待つしかないかな正直それを対処する方法うで結局だってそれもう何年も前ってことでしょお前の中でもまあうん、まあだから結局ねえ 子供が言うことだからっていうさ話にされて終わりだぜ<ー>多分そうそううんだからそれももうお前の中ではもうリリックにぶつけるしかないよもうあ<ー>うん何ラップやってんのいや今見てますあ今見てるんだ今いっぱい知識をつけてるところ、ね、いろんなラッパーを知ろうとしてるんだ今 うん。うん。あとあのじゃあ,あのギャングスターとウータンクランとえーグールディあ,<の>あと DJ プレミア今レゲー結構するうん？<laughs> なんて？今レゲー結構走ってあレゲーの方行ってるんだお前今<の>でも一つだけ言っとくね俺の中で、うん ジャパレゲっていうジャンルはないからね。あ、そうすかうん。俺の中でジャパニーズレゲエなんていうジャンルはないと俺は思ってるから。だから、まあ、何レゲエ誰が好きだろうあの、レイさんとしてああ、はいはいはい。バトル身にも出てるね。ああ、そう,そう、そか昔って、うんうん。うん、うん、うん。じゃあ、レイだと、あれか。ボディバッグじゃねえし、あれは、なんだっけ、アドレナリンか。 アドレナリンっていうイベントでバトルやってたでしょ多分ああ名前は分かんない、うん、そうそうだからあの多分その辺で多分やってんだけどさ、うん、であとレゲエでいうとマカもそうかあ<ー>でまあチェホンはこの前捕まったからなでレゲエ行くんだったらあのーはい、まあ ブジュバントンとか、はい、あともっとルーツの方まで行くとえっ、ー、とあれとかねえっ、ー、とインナーサークルとかアスワードとかねああうん UB40 とかねああうんただレゲエはねあの知らなきゃいけないのいっぱいあるよ知らなきゃいけないことを調べなきゃいけないことがいっぱいあるレゲエってシオ<あ>リズムっていうのがあるんだよ 主要リズム例えばまあ代表的なので言うとディワリっていうねディワリっていうデンデケデンデデンデデンデンデケデンデケデンデデンデデンデケっていうリズムがあるんだけどこれがディワリっていうリズムなんだよそのレゲエってなんかこうそういう主要リズムみたいなのがいっぱいあってそれを覚えなきゃいけないっていうのもあるけどうん分かった レゲー大変よ。レゲエの方進むんだったら。<laughs> <laughs> まあレゲエも面白いけどね。ただ奥深いよ。レゲエは。めっちゃ。<laughs> うんだ。OK。まあっていうこと今日はそんな感じかな。はい。ありがとうございます。寒いから早く帰れお前。はい、うん。じゃあな。<laughs> バイバイ。うん、バイバイ。じゃあね。<laughs> うん 今日は、今日はプーさん大好きって言ってこなかったな、あいつ。<laughs> うん、今日はプーさん大好きって言ってこなかった。うん、マジで。母親から。うん、まあ、っていうことでございました。はい。以上でございます、うん。まあ、クソみたいなやつはいるからな、本当に世の中にんな。うん、っていうね、うん、ことでございました。